春日大社を降りて東大寺の方に向かってるんですけど、こっちの方が鹿さんが多いんですよ。なおかつ鹿さんとの距離がめちゃめちゃ近い。くつろいでいる人のすぐそばで鹿さんたちがいるんだもん。こんな感じで蹄の音鳴らしながら普通に歩いてんだもん。背景ぼかし機能を使ってるから見づらいでしょうけどね。あんまり刺激しないようにしましょう。鹿さんも感情のある生き物だから。そうだよね、鹿さんも怒ると怖いよね。というわけで何大門が見えてきました。何をやっているんだ君たちは。というところで東大寺来ました。華厳宗大本山東大寺ということで、さあ入りますよ。いやー、何年ぶりかな。学生の時以来ですよね。この東大寺の参道にたくさん鹿さんいるんです。春日大社の日じゃないな。やってきましたね。これが有名な東大寺の南大門ですよ。早速大仏様とご対面していきましょう。そして今日2回目の参拝初詣やり遂げましょう。階段が急だな。南大門の両側こんな感じで仁王像が立ってます。足を運んだのがずいぶん前だったんで忘れてましたし、多分忘れてたというかただ知らなかっただけです。大仏殿の開門時間が午前8時、閉門は午後5時までとなっているようです。まあ大丈夫でしょう。大仏様とご対面できたらそのまま引き上げるんで。興奮のあまり我を忘れてここが仏教寺院であるということを忘れておりました。神聖な場所なので中に入るときは挨拶が必要です。というわけで、では境内をさらに進んでいきます。ちなみに南大門は裏側から見るとこのように見えます。登ってくる太陽とかぶさって神々しくも見えますよね。すぐ近くに大仏殿と博物館のセット券を販売しているチケット売り場あったんですが、大仏殿と博物館両方足運ぶ場合はセット券が1000円で売られてます。ただし大仏殿だけとなると拝観料が1000円かかります。あとこちらの関係者の方から大仏様の撮影について聞いてみたところ、ご迷惑にならないように配慮してくださいということで条件付きで撮影許可もらいました。なのでそろそろ大仏殿が見えてきましたよ。何十年ぶりかもう忘れたけれど、奈良の大仏ルシャナ仏様とご対面です。やってきました。ここが東大寺の大仏殿、入道口はあちら。すでに列ができております。入道口入ります。なんとか中に入ることができました。これから600円の入道券を購入します。一般入道券ゲットできました。向こうに改札口があるんで改札抜けて遠くに見えますね。あの大仏殿に向かいたいと思います。いやー、青空と雲の下でキラキラ光ってますよ。お願いします。これで中に入れます。いよいよご対面の瞬間です。ちなみに撮影は手持ちでお願いしますということで、僕一応ポールポッド持ってるんですけど、もちろんそのつもりです。今から大仏殿行きます。
大仏殿に随分近づいてきました。それにしてもやっぱでかいな。大きすぎるでしょう。この構図で撮りたいぐらい。まあそんな冗談はさておいて、東大寺の大仏、何度も焼き打ちを受けて、その度に再建され復活して、ご迷惑をおかけしないようにしながら撮っていきたいと思います。この格好と階段の相性は良くない。そしたらお賽銭を入れて、今100円玉しかなかった今100円玉しかなかった。カメラ持ちながらなんで、すごくバチ当たりだと思うんですけど、片手で。すごいですよ。ズームアップしなくてもこの迫力なんだもん。カメラに収まりきらない。せっかくなんで大仏殿の内部じっくりご覧いただければと思います。こちらに空蔵菩薩様がいらっしゃいます。こっちに目を向けると、皇目天という神様がいらっしゃいます。創建当初の東大寺、50分の1に縮小復元した模型、これだそうです。鎌倉家に創建された時は大仏殿、この形をしてたんですね。こっちが江戸期再建時の時、ルシャナ仏様を裏側から見るとこんな感じになってます。やっぱり神々しさが伝わってきますね。びっくりしたんですけど、大仏殿の中には売店もありました。あと指図堂修理ご寄進のお依頼ですとか、東日本大震災復興に出す現金箱ですとかいっぱい並んでます。こちらの神様は多聞天。どんな神様何かについては僕もよく分かってません。こちらが如意輪観音様。先ほどの虚空蔵菩薩様と合わせて、ルシャナ仏、東大寺の大仏を両側から守るような形でいますね。ということで、東大寺の大仏とご対面できました。初詣もすることができました。雑なところもあったかもしれませんが、大仏様にようやく会えました。ではご尊顔を拝したことに対して、この手洗い水は飲めるそうです。出口は向こう側みたいですね。東大寺の大仏殿参拝、奈良での一人旅でこれ以上ない思い出ができました。東大寺の大仏殿で初詣&参拝終えることができました。最後に氷室神社足運んで、今回の奈良での初詣締めくくりたいと思います。参拝をさせていただいたことに対して感謝の気持ちを込めて、
何台も抜けて随分通りの方へ戻ってきましたね。逃げちゃった。せっかく奈良に来たのに何も食べないで帰るわけにはいかないと思うんで、こちらの天秤庵さんの焼き餅っていうことを思います。何の気なく立ち寄ったさっきの天秤庵さんで、こっちのあの新たっていう焼き餅を買ってきました。1個150円でした。中身はこんな感じでした。じゃあいただいちゃいます。多分粉がまぶしてあるんですよね。焼き餅と聞いてどんなものなのかなと思ったら、ほんのりと焼き色がついていて、外側の皮がもっちもちで、中に入ってるあんこが多分粒あんなんですけど、噛めば噛むほど甘みがふわっと広がってくる、そんな感じのお菓子です。うまい。というわけでごちそうさまでした。それでは一番最後に行こうと思っていた氷室神社、今から参拝します。これが本殿ですか。この表門東西廊は奈良県の指定文化財なんだそうです。これが氷室神社で有名な氷みくじです。受付で授与料200円でくじを引いて、この氷に貼り付けると文字が浮かび上がるそうです。今回は先を急ぐので次回にしたいと思います。コインスイッチに100円玉を入れると雅楽の奉納ができます。加点というめでたい曲だそうです。で、これが氷室神社の武殿、拝殿なんだそうです。事務所の方から撮影の許可いただきましたんで、お賽銭100円を使って非常におめでたいという舞楽曲を聴きながら奈良での参拝を締めくくりたいと思います。初めて一人で奈良市に足を運びまして、今回の旅行シリーズ紀伊半島編のテーマ初詣にちなんで、奈良公園内周辺にある3つの神社とお寺、春日大社、東大寺、そして氷室神社、個人的に気になる寺社仏閣を思いつくままに回ってみました。いかがだったでしょうか。この旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の紀伊半島編第8話、
いよいよ最終回です。18切符の残り回数も1回となりました。足を運ぶのは滋賀県彦根市です。予定としては彦根城を回って、彦根市内でとても有名な酒屋さんがあるので、そちらに足を運びたいと思っています。最後の締めくくりになるような気楽な気持ちで見ていただける内容にしたいと思っておりますので、どうぞご期待ください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。電車が参ります。ご注意ください。